強きありは、松本清張の長編小説、文芸春秋に連載され、1971年4月に文芸春秋から刊行された、夫の遺産を根こそぎ確保しようと企む女性の周到な殺害計画を描くピカレスク長編。タイトルは、斉藤三喜の句、発火の前強きありいて本ソースに由来する。これまで三度テレビドラマ化されている、東銀座の 身の傘で水商売をしていた伊佐子は、現在はエ S 工学取締役の肩書きを持つ沢田信弘に、と次、渋谷の小島で生活している。夫は三十前後も年齢が離れているが、伊佐子の今後の人生計画からすれば、夫にあと三年くらいで死んでもらうのが理想的であった。体の若さを保ちたい伊佐子は、二十代の男たちと遊びの交際をしていたが、 ある時、伊佐子の遊び相手の石井幹事が殺人容疑で捕まる。石井の仲間から弁護料を負担するよう求められた伊佐子は食品会社副社長の塩月義彦に援助を交渉する。塩月とは身の傘の時から続く関係だが、意向の聞く保守党の実力者をおじに持っていた。石井の九段の始末を図ろうとする矢先、信弘が心筋拘束を発症する。 財産の確保のためには、最適な時期に、最適な条件で夫に死んでもらうことが必要であり、伊佐子は状況を有利にするため奔走を続けるが、小説の舞台となる東京、渋谷区の住宅街、小塔、沢田伊佐子 S 工学重役夫人。夫の前では愛情を口にしているが、その裏では、沢田信弘伊佐子の夫、工学博士号を持つ、 S 工学の技術的功労者。塩月義彦政治家など、有力筋の人脈を持つ副社長。多芸歴王。佐伯義雄塩月が伊佐子に紹介した弁護士。兄は病院の院長。石井幹事五反田のアパートに住む証券会社のセールスマン。宮原元子沢田家に来た若い即記者。豊子、妙子共に信広の繊細の娘。 福島のりこ石井の彼女。キャバクラ城。松本清長の強気ありは、日本テレビ系列の2時間ドラマ、木曜ゴールデンドラマで1981年6月25日に放送された。主演は、浜優子。視聴率20.0%。キャストスタッフ、松本清長特別企画、強気ありは、テレビ、東京系列。 BS ジャパン共同制作の2時間ドラマで放送された。主演は若村真由美。BS ミステリーでは2006年7月16日に放送。水曜ミステリー級では2006年7月19日に放送。キャストスタッフ松本清張強きありはテレビ東京系列で2014年7月2日に放送された。主演は米倉良子。テレビ 東京開局50周年特別企画。放送時間は水曜21時23時8分で、この枠は通常編成時の水曜ミステリー9の時間帯での放送だが、本作は水曜ミステリー9枠外で放送された。視聴率は10.0%キャスト他スタッフ。ありがとうございます。